ごめん、なんか今日まあレッスンしてきたんだけど、なんかなっちゃんが、水図のなつきがね、はるちゅんがちょっとそう、はるちゅんのダンスをそう、水図部長こう、はるちゅんのなんて言うんですか、こうね、はるちゃんだけを切り取って送ってきた動画。ね、ちょっとネタバレになっちゃうんだよね、動画見せれないんだけど、マジおもろい。こんばんちゅんです、可愛く発見ありがとう。月曜日無事に乗り切りました。今日も可愛いぞ、ありがとう。みんなは何してたの今日ね。今日はるちゅんめっちゃね、睡眠時間がめっちゃね、なんか昨日寝すぎたのか分かんないけど、1時間しか寝れなくてね、やばいよ。1時間しか寝てなくて、そうで、ね、もうなんかもう寝れなくて、もう布団でずっと、もう一回起きちゃって寝れなくて、ちょっとここの、ね、羽毛が気になる。よし、で寝れなくて、掃除、洗濯、洗い物、米研ぎ、米、お米炊いたり、全部やった。今日からレッスン三昧だから、ね、全部やって、今いい感じ、部屋が。エッサ聞いてたの、ありがとう。今日は休みで竹ドーナツ食べてきたの。え、いいな、ドーナツ。お仕事お休みなのいいね。スイズ部長に愛されてると思いますね。スイツ部推薦してくれないかな、スイズさん。あ、冗談です、ね、冗談ね。スイツ部ははるちゃんにね、そんなね、入らないですけど、冗談です。そんなそんな権限ないかも。あるのかね。母ちゃんこんばんはって、こんばんはです。あ、ちょっと送ろう、ちょっとネタで言おうかな、ネタでスイーツ部入れさせてくれないでしょうかって、ね、今日も疲れた。ね、何時に寝たっけ、全然覚えてないんだよね。うん、そう、雨の中きついお仕事してたの。え、雨降ってたのね、え、大丈夫かい、ね、ショートスリッパになった。可愛くて美人で最高、ありがとう。スイーツ部で紹介してたいちご姫が乗った、はい、あ、乗ったドーナツ1個500円ってて、あー、ハチュン、それ見た気がする。え、なんか、え、なんかチャットがページ見つかりませんって、なんか書いて、あ、直った、よかった。なんかびっくりしちゃったね。可愛くて美人で最高、ありがとう。こんばんはです。ヤッホー、
スイズマネージャーですか。あ、全然それありがてい。スイズさんのマネージャーならありがたく、うん、僕は仕事終わったばっかりでまだ駐車場って、あ、そうなの。はるちゃんもついさっき終わったばっかりなんですよね。気をつけて帰ってね。今日早く寝れそうね。寝落ちしたんですよ、ベッドで。でもね、すぐ起きちゃった。可愛くて美人で最高、ありがとう。今日天気悪かったの？偏頭痛した？ね、はるちゃんもさ、偏頭痛っていうのかな、偏頭痛じゃない？これ何これ、偏頭痛で合ってる？あ、合ってるね。あ、これでも偏頭痛って言うんだね。そう、はるちゃんも偏頭痛持ちで、はるちゃんこっちの偏頭痛しか知らなかったね。でも今日意外と、意外とね。え、でも晴れてた気がする。今日晴れてたけど寒かったか。こんばんはです。昼に食べたラーメンと同価格のドーナツだったの。でもラーメン安くない？そしたら500。うざびたありがとう。可愛くて美人でセコありがとう。やっほー。晴れてたけど寒かったよねって、確かにそうだよね。なんかね、寒かったマジで。こんばんは DD なんですか？自己紹介してんのこれって。お久しぶりです、こんばんは DD って。え、なんかさ、昨日一昨日あたりにさ、なんか一途って言ってなかったっけ、ね、昨日暖かかった記憶あ、え、ないかも。え、覚えてない。え、はるちゃん覚えてないかも。かわいく発見ありがとう。僕ちも寝落ちしそうちゅん。ね、はーちゃんもめっちゃ眠い今だからね。でも配信ね、頑張ります。頑張るんば。かわいく発見ありがとう。僕ちも寝落ちしそうちゅんですかね。あ、これ読んだわ、やばい。はるちゃん眠すぎてもう喉が読んだかわからない、忘れちゃったよ、ね、僕は飲みすぎると頭痛があって。あ、それさ、あれじゃん、それあれでしょ、あの二日酔いというか、よ、あの酔いで頭痛でしょこれ。こんばんは、可愛くて美人で最高ありがとう。3時間ほど高崎で車に止めてたら花粉が積もってたって。あ、そうなの。花粉最近すごいよね。はるちゃん目やられてる、目と鼻、くしゃみがね止まんないし。こんばんちゅんです。悲しみあったことね、わかんない、気づかないうちにあるのかね。でもね、ないんだよね。はるちゃんね、覚えてる限りでは悲しみない。ポキちゃんなったことあるのね。悲しみって本当にあるの？お腹そう痛かったんだよ。でもね、ちょっとね、ちょっと治ったね。まだ完治はしてないかも。こんばんは、可愛い子発見ありがとう。明日も一日雨で厳しそう。ね、予感。一日雨なんだ。え、それってあのそちら側がっていうこと？え、こっちも、え、なんかこっち雨って書いてあるんだけど、え、これ雨降ってんのこれね、これ雨降ってんのこれ、これ雨降ってんの。え、はるちゃんエアコン暖房つけたからさ、なんか聞こえないんだけど。え、これ絶対雨降ってないって。なんか雨って書いてある。雨は止むでしょうって。え、どういうこと。え、降ってないよね絶対。え、
でも明日も雨になってる。え、どういうこと？今雨降ってるみたいだよ。あれ？可愛い子発見ありがとう。え、可愛いってありがとう。え、降ってないよね。でもね、なんか天気予報、え、私の天気予報がバレ、あれなんですか？ね。私の天気予報、私の天気予報、なんか私の携帯の天気予報雨マークついてる。4期生 DD になってったね、ダメだよ。ちょっと待って、ね、花粉やばいよね。ねえ、やばい。ハルチュン、え、多分みんなやられてるよね、絶対。ウザビタありがとう。可愛くて美人で最高、ありがとう。ハルチュン、目大きいから花粉のダメージも大きいかって。そんなことないよ、みんな同じくらいじゃない。チラッてありがとう。アイス食べちゃダメなの？え、やだ、アイス食べる。え、でもね、今日ね、アイスね、全然ね、食べたい気分のアイスないんだよね。なんかハルちゃん今バニラ系食べたいんですよ、私ね。今でも今なんかさっぱり系の果物系しかアイスなくて、残ってなくて、そうだからアイス食べないかも、これね。ご飯食べて寝る。4期に流れませんって、あ、言ったね。ね、これはこれもうはるちゃん聞いちゃったから約束だね。今大丈夫だよ。新潟明日雨なんだ、ね、全国的に明日雨模様ね。今降ってないよね。明日群馬県も雨、あ、じゃあ全国で雨ね。僕ちゃんガチの金縛りあるちゅんよって。あ、そうなの？マジやばい。マジか。新潟市内降ってない。春はどこから来るのって。ここです、ここですね、南川のお家。可愛くて美人で最高、ありがとう。明日ちゃんと回復するんだぞって。はるちゃんね、もうね、はるちゃんもう忘れないように、昨日一昨日ぐらいから回復してたんですよ。なんかもう2つのアカウントなんかログインするのめんどくさいなって思って、なんか2つのアカウントでこう交互に、そう、こっちはこっち、こっちはこっちって、そうで解約したのに、め、ずっとチャット届いてて、無料期間でもあれだって、解約しても無料期間のやつ全部届く。え、はるちゃんがそれガチで気づいた。そうなんかハルチュ解約したんだけどね、一昨日あたりからもうねずっと溜まってたみたいで、そう全員分まだ届いてんの。だからそう忘れないように解約したらまさかの届いてる。びっくりした。え、今日気づいた、今日気づいたんですよ本当に。こんばんは、やっほー。新潟少し降ってんの？可愛く発見ありがとう。あ、もう食べた。え、なんで、はるちゃんもう好きって言ったっけ。あれ言った？スーパーカップしかって。あ、でもスーパーカップも美味しいよね。ピノと雪見大福ならどっち食べるって。迷うな。え、でも雪見大福、雪見大福食べちゃうかもしれないね。え、どうだろう。可愛くて美人で最高、ありがとう。はるちゃんに、なんだろうこれ、なんとか期待。花粉と虫歯で苦しんだことがないって。
石ぶつけられそうなやつですって。大丈夫、石は。ハチュヤッホー、今夜も可愛いぞって、ありがとう。ありがとうね、可愛い子発見ありがとう。3月 も残り1週間だねって。やばい、マジそんな早いの3月。え、もう4月になるってこと。早いね、もうね、早すぎ。可愛い子発見ありがとう。クッキー&クリーム、あ、美味しそう。ハチュも好きね。届いた、そう、届く。運営さんに聞いてないよ、全然。運営さんに聞いてなくて、そう、解約したんだけど、そしたら届いた。京都アンナちゃんはお姉ちゃんが、あ、お姉さんがいると SRNGT で言ってたって。あ、京本優奈ですよね。うん、こんばんはです。もう好きって前言ってたから、俺もモンハンになったのよって。あ、そうだったの。え、もともと何派ですか、何派だったんですか。もう解除し完了したって。一人だけ継続って。あ、そうなんだね。誰か4期のチャット誰も取らなかったって。あ、そうなの。夜中寝ているとき、いきなり足つって飛び起きたことあるよって。大丈夫かい。え、桃太郎美味しいよね、あのいちごのアイス。はちゃんあれ好きだよ。でもね、なかなか見つけることできなくて、全然。うん、ね、美味しいと思う。4月になったら2週間も経たずコンサートかって、やばいね。4期の配信通知にハルチュンの通知紛れてて、でも気づいたらリプ返してるよって。でも私は気づいてますよ、あの返信ね、来てる、見てるんで、読んでるから。チュン姫のチャット解約しても届くチュンかって。あ、届かないです。ね、届かないで、ね、未来関係の YDK は雪見大福、はい、あ、雪見大福買ってきてだった。あ、確かに、なんか初期言ってたな。あ、何派でもなかったの。なるほど。食器洗い終わったからコメントできるってね。え、はーちゃんもね、今日食器洗いしたんだ、頑張ったね。え、もう好きじゃん。どっちのもうなんだろう。もう好きってそういう、もう、それとももうのアイスが好きなのかな。で、なちゃん、で、ななちゃんでしょ、知ってるよ。はーちゃんはセクシー担当、お笑い担当両方かなって。全部です、兼ね備えてます。清楚系もそうですし、お寿司。ガリガリ君はソーダ味、あとコーラ、うん、それぐらいしか味わかんない。なんかあったっけ。なんかいっぱい種類あるよね。いっぱい種類あると思うんだけど、はるちゃん的にはその2つが王道かなって、はるちゃんの中で。うざびとありがとう、かいこ発見ありがとう。チャットに長文返信しようとすると表示が見えなくなるから抑えてます。え、そんなことしなくていいのに。え、長文届くよ、はるちゃんのところに。かわいこ発見ありがとう。僕中桃太郎より金太郎ハチュンって。あ、物語ですか。金太郎ってどういう話でしたっけ。なんか桃太郎ね、桃太郎の話はさ、わかるんだよ。でも金太郎ってなんだっけ。てか私マジ眠い、これ。え、なんかあの前の配信よりめっちゃ眠いの。これ寝落ちしちゃったらごめん、マジで。はるちゃん今一人なんだけどね、配信止まんないね。ブザビタありがとう。さりげなくお寿司って、あ、バレちゃった。知
られてたけどチュンから流れることはないって、ありがとう。子供の頃、あ、駄菓子屋さんね、近くにあった、よく自転車とかで遊びに行ってた駄菓子屋さんで、なんか昔ね、結構何買ってたっけ、なんか私スモモとか好きだったんだよね、桜大根とかそういう酸っぱい系、あとかば焼きとかそういう系を買ってた駄菓子屋さんで。こんばんは。さっきのモースキーはどっちに、あ、どっちにも影出てたの、ありがとう。長文お好きですよ。あ、別に短文でも長文でも大好きです。うざびた、ありがとう。モーとか牧場し絞りかな、低種類アイスクリームという濃厚で高級な部分になるのよ。あ、そうなの。こんばんは。熊と相撲だっけって、あ、聞いた。あ、そうなんですか。ハウちゃん忘れちゃったのなんかね。そこまで眠いようには見えなかったから。はるかちゃん眠くない、演技が上手、上手くなった。え、本当ありがとう。めっちゃ眠い、やばい、マジで目つぶりたいこれ。え、待って、これ最高、目つぶったら最高だった。ちょっと配信前にさ、お風呂入ればよかったのかなね、ついさっき帰ってきたけど。え、めっちゃ眠い、マジでやばい、目が置いていかれちゃうやばい、ね、あ、au の CM に出てた、そういえば。サラリーマン金太郎ならわかるって、なんだそれ。逆に小豆味の金太郎アイスなんてあるの、知らなかった。桜大根365日記念配信の時に初めて知ったって。あ、そうなの。桜大根はるちゃんさ、昔から好きだったんだよね。こんばんは。可愛くて美人で最高、ありがとう。雪見大福美味しい。あ、その金太郎さんじゃん。スモモね、はるちゃんもね、凍らせて食べてる。そう、駄菓子屋さんで買ってスモモ、でもおすすめです、凍らせて食べるのね。ちょっと硬いんですけど、そのシャリシャリ感が美味しい。可愛い子発見ありがとう。あと酸っぱい、可愛い子発見ありがとうね。夏になったらアイス詰め放題行かないとだわね、行かないとだわ。可愛い子発見ありがとう。めっちゃ眠そう、本当ね、眠い。その頃からまあハセス好きだったね。こんばんは。めっちゃ眠くなってきちゃった、ちょっとね、ちょっとね、あとちょっと頑張る。寝た方がいいちゃんかな、ね、かわいくわけありがとう。お風呂これからなの、今さっき帰ってきちゃったの。目が置いてかれる、そう。15分過ぎてるよね。頑張った。今日もはるか頑張った。みんなも頑張った。みんなも頑張ったよ。今日はね、4期生の子に振り付けをね、あ、教えてあげたんだ。よくはるちゃんもなんか、そう、コンサートとかのリハの時に
こう2期生さんとかドラフト3期生さんとか1期生さんの方にも、もう先輩方に振り付けをさよく教えてもらってて、なんか声かけられて教えてもらってたんですよ。ここの振りわかるとか、そういうね、声をかけてもらって、そう教えてもらってたんですけど、こう後輩ってなかなかさ、なんかまあいける子はまあいける子もいると思うんだけど、こういけない子もいるじゃないですか。先輩にこの振り付けを教えてくださいっていうのを、そうね、だからはるちゃんはここの振りわかるって、はるはわかる、はるもうちょっとね、はるもちょっとね、ちょっとあちょっとはるって言っちゃうね、私もねちょっと自信、そう自信、うん、なんか教わったことをね、はらちゃんじゃない私です、はるちゃん、そう教わったことをそう4期生に教えてあげようと頑張って教えてたんだ。そう、ね、眠すぎてはるって呼んじゃってる。そう頑張った今日。人に教えるっていうことって難しいんだなって思いながら、うん、そう困ってる後輩ちゃんがいて、そう声かけてあげた。なんか昔のはるちゃんを見てるようでした。一人で困ってあたふたしてるのなんかその気持ちわかるからさ、そうね、その気持ちわかるからね、声かけてあげたくなっちゃうんだよ。うん、飛び散りすぎてね、はるちゃん。うん、まあはるちゃんが分かる振り付けしか教えられないんだけど、うん、そしたら懐いてくれた、またまた懐いてくれたんだ。そうそうですね、お猿側の気持ちに寄り添えた。先輩できてるかな、ね、ちょっと最近心配になるんですけど、まあね、自分ができることは何でも教えてあげたいなって、ね、はるちゃんもちょっとできないことだらけなんですけどね、ちょっとでも力になれたらいいなって思って、ね、今日教えてあげたんだ。誰に対しても自称、そう自称っていうのかな、そう春って言ってる。積極的に助けてあげてねってね、助けてあげた。そうその子多分はるかにメロメロかな。そうだったら嬉しいなね、メロメロになってくれたらね。でもね、はるちゃん、まあ好かれたくて教えてるわけじゃない別にね。ね、好かれ、ね、そんなね、なんか昔の私を見てるようで助けてあげたくなっちゃうんですよ。ありがとう。ダンス経験のない子ね、大変だと思う。はるちゃんが大変ですからね、大変だよね。4期生、4期ちゃん、はるちゃん絶賛してた。え、誰だよ、え、言ってよ、誰誰、自慢の推しだわ、チュンさんって。あ、チュンさん
ね、最近ヨンキちゃんからチュンさんって呼ばれてる。わからないふりは教えられない。そうだから、ね、分かりそうな子に、ね、このふりちょっとわからない子がいるんだけど教えてあげてくんないっていう言いながらハルチュンも学んでる。ハルチュンすごくない？え、そう、ね、このふりちょっとハルチュンもそう、ね、そうこのふりハルわかんないんだけどちょっと教えてって言いながらそこに連れてってみんなで教わってた。ベル終わった？ね、来てくれてありがとう。ね、可愛くて美人でセクありがとう。ズザーってベルちゃん本当に終わったった。ね。ベルちゃんからハルチュンへバトンを受け継いだ。かっけえ、ありがとう。俺もそんな先輩になろうと思ったよって。あ、ほんと？ね、ハルチュンさ妹とかがいないからさ、年下そういないからさ、親戚にも。だから年下の子とかなんかちょっと後輩を見るだけでなんか何でもやってあげたくなっちゃうんだよね。いつも甘やかされてばっかりなんですけど。こんばんは。俺ハルチュンにメロメロですか？ありがとう。ね、コンサートぜひお会いしましょう。うざびてありがとう。ね、メロメロチュンありがとう。うざびてありがとう。こんばんは。ね、ありがとうファイトって。ハルチュン賢いでしょ。こんばんは、後輩からしたらちゃんと先輩が見てくれてるっていう安心感って、その時に聞くのはね、え、でもいろんなメンバーに聞く。分かる、分かる人いたらいいなって思いながら。ベルさんでもね、いろんなメンバーに聞きに行ってここ分かりますかって言って分かる人に教えてもらう。うん、あ、ルアシね、22時までだからね。ね、踊りながら歌ってやっぱりアイドルってすごいってね。え、すごいよね。ハルチュンもなんか想像できない。なんか自分もコンサートとかいろいろとやってるけどさ、なんかそんなにやってるんだって思う。なんかコンサート期間中はもう無我夢中でなんか覚えるのに必死で、何曲覚えたかとか本当にわからないくらいなんですけど、終わった後ね、何曲やったんだろうって思って見たら結構やってて、ああすごいわって思った。妹にも何かしてあげようって。ね、してあげな。喜ぶと思う。ルアシの配信では昔の理科の話ですか？なんだそれは。教えるのって優しさがないとうまくいかないなって。あ、そうなのか。リリカちゃんに対しても、あ、リリカちゃん年下だと思わないな全然。ね、なんか同い年っぽい。部下を持つ立場としてはるかを見習わないとって。え、ありがとう、なんか嬉しいな。ね、優しさの塊やねチュンはって。ありがとう。ゆあゆあがたくさん絡んでくれて嬉しいって。嬉しい。え、なんかこっちが嬉しくなるね。中姫の妹になる。え、なってくれんの？妹欲しい、本当に。妹、弟、もうなんか年下の子が欲しいね普通に。なんか、うん、早弁したことありますよ。
こんばんは、南川パイセンはこんばんは、あ、南川って言うなありがとう、こんばんは、可愛くて美人でセイコ、ありがとう。ハイチュウもね、アイドルしてるんだ、意外とね、生で見に来てね、ぜひ。昨日妹にコアラのマッチをあげましたってね、コアラのマッチね、そういえば写真送られてきて、コアラのマッチ当たったよって、そう、はるかって名前当てた人がいた、家族当ててた。ブザビタ、ありがとう、こんばんは、やっほ。落ち込んでる後輩ですか。いや、落ち込んで後輩というかわかんないけどね、落ち込んでる子を励まして元気にするの、させたいとは思ってるね。得意かは分かんないけどね、できたらいいなって思ってる。リリカ様は指しないね、全然しないしない。リリカ、リリとか、そうやって優しさと幸せの輪が広がっていくのねってはるちゃん3期生とみんな同い年だねって、そうですよね。ゆあゆあさんって、高島さんって、そうです。いとこで年下さんはいないの、本当に。私が最年少、そうだから羨ましいのよ、妹弟がいる方ね。私にとってもうみんなお兄ちゃんお姉ちゃんみたいな親戚、そう、みんな年上で、いとこ、なんでですかね。でもはとこ、はとこかな、なんかちょっと遠い親戚、ちょっと遠い親戚の方、ちょっとだけ、まあ年下いたんですよ、いるんですけど、でもそんなにね、近いような関係じゃない、いとことかではいないんですよね。今日の面白かった話か、え、なんだろう、あ、いや、お、面白くはないか。なんかワールド組研究部あるじゃないですか、なんか新メンバー増えそうで、めっちゃなんか4期生にグミ好きがいっぱいいて、なんかグミ好きな子いないのみたいな話してた時に、なんかみんなあ、好きですって言いながらグミを出してきて、そうで、なんかいろんな子を招待してたんですよ。そういえば面白かった話か。はるかちゃんね、全然活動してないんだけど、まあ所属してるだけね。そうだから、お、大きくなります、研究部が。そうグミ持ってたみんなね、あおちゃんとか、誰だっけな、なんかいっぱいいたんだよね、なんかグミ持ってる子が。そう、はるちゃんね、確かに、まあ精神年齢最年少、はるちゃん。俺もはるか当てるために頑張ってんの。えー、ありがとう。はるちゃんも当てたいな。3月はマーチってね、4月はエイプリル、5月はメイ俺も今夜またコアラチャレンジするの。あ、そうなの。誰を当てるの、誰当てるの、わかんない。こんばんは、やっほ。妹枠譲りたくはないね。ね、確かに妹欲しいけど枠は譲りたくない。お年玉あげなくてよかったじゃないって。確かに俺も妹弟いないよって、いとこにはいるけどって。あ、そうなんだ。おお、ね、ただ上は姉ちゃんなので俺は長男って。あ、そういう方いるよね。そういえばはるちゃんは三姉妹の末っ子、三女です。そう、ふむふむ、こんばんは、可愛い子発見ってありがとう。浦市の勢力ね、めっちゃ増えます、絶対。どなたがいたっけな、なんかいっぱいいて、なんか全然覚えてない。誰だっけ、誰だよ、
かいっぱいいたんだよね。うん、ね、こまちゃん、こまちゃんとか誘ってた記憶がある。ね、グミの時代になってきた。みんな可愛い。本当に私の友達、友達って言っていいのか分かんないけど、ね、マブダチ、お菓子メーカーとコラボしてくれ、あ、コラボしてグミ作れるかなって。どうだろうね。なんかこう3人で今まで活動してたんですよ。まあはるちゃんはあんまり活動してないんですけど、なんかキモと、あのルアが部長で、キモとが副で、私なんですけど3人で、でコマちゃんをが一番最初にグミ好きって、なんかそうコマちゃんに入らないみたいなことを言ってて、そしたらなんかコマちゃんがこの部を大きくしていきましょうとか、なんか全国のなんか CM に出れるように頑張りましょうみたいな、お菓子の CM に、あ、グミの CM に出れるように頑張りましょうみたいな、なんかめっちゃモチベーション、モチベというかなんて言うんだろう、めちゃめちゃ目標がすごくて、そう高くてね、そうコマちゃんが一番なんか張り切ってた。そうすごくね、いい子だ。こんばんはです、ヤッホー。はるかちゃんがはるかを導きする、それともワイがワイを当ててくれるって。あー、ちょっとコアラのマーチ買ってから考える。めいっ子、これはおいっ子だっけ、あ、めいっ子だ。超酸っぱいグミ、ね、あるよね。それキモとグミ派じゃないですか。かわいこあっけん、ありがとう。こんばんは、はーちゃん、ブザービートって、ありがとう。こんばんはです、やっほ。部長ね、そうですよね、活動してないよね。ね、はるちゃんの方が活動してなくて、ゆうなが一番活動してるんですよ。かわいこあきありがとう。ヘンテコリーンズね、ヘンテコリーズさ3人じゃないですか今のところ。いやでもさ、いるのかね、ヘンテコさん4期生に。なんかちょっと不思議だなっていう子、なんかいるのかね。なんかまださ、そんな一面があんまり見えてないんですよ私的には。え、いるのかな、グイグイだな、こまちゃん、ね、夢がでかかった。でもさ、そういう夢が、夢を大きくするっていいよね。水図部に入りたい、確かに。はるちゃんグミと言ったらワールドグミ研究部と言われるくらい大きくなるつもりやんで、確かにそうなりそう。可愛くて美人で最高、ありがとう。こまちゃん、そういえば弟と妹にグミ食べられたってチャットで言ってたなって。あ、ね、見た、それは。ヤッホー、うざびた、ありがとう。ね、ワールドグミ研究部頑張ります。味のしないグミとか出るかなって。どうだろう。え、めっちゃ後輩と仲良くなったね、最近。仲良く、なんかめっちゃ話せるようになった。なんかジュナちゃんとか、そうジュナちゃんにさ、今日ね、にあのジュナちゃんと今日めっちゃお話ししてて、そうね、なんかスーパーの話とか、なんか主婦の会話みたいになってたね。そうスーパーの話したり、そうジュナちゃんね、あの一人暮らしなんでお互いに、そう話とか
あとゆわゆわじゃん今日話したの。あとはもういろんなメンバーと話したわ今日ね。あおちゃんとかね、ひろかっぴとか、ね、いろんなメンバーと話したな。そういえばなぎちゃんとか、そうそう、ダンスも教えたし、そうですね、ヘンテコリズに誘われたらどんな気持ちになるんだろうって、確かにどういうことやんって思われるかな。てかまずヘンテコリズを知ってくれてるのかが疑問だよね。ねえ、ユニコーンとか言ってるの素質ありそうって、あ、マジ？ちょっとでもね、ちゃんとね、あの部長に聞いてからじゃないと入れれないんですよ、やっぱりね。そう、部長に聞かないと、部長に権限があるじゃないですかね。ちゃんとね、ヘンテコリズのねグループチャットもあるんですよ、作った私がね。でも活動してんのかな、ちょっと見てみるわね。ヘンテコリーズ、あったあったあった、ヘンテコリーズ、2023年12月11日なんだこれはね。12月11日で活動終了しちゃってるんだけど、もうダメやないかいこれ。ちょっとまた活動再開させるわ今日で。そう、グルチャ作ったんだけど、ね、ちょっとヤッホーって入れとこうね。ハチュン、いい先輩になれるかな、ありがとう。じゅっちゃんね、料理すごいよね、得意。じゅっちゃんに料理教わりたいね。なんかこれ作ったんですよって写真見せてもらったんだよ。なんかすごいなって、一人暮らしでさ、ね、よく料理作るなみたいな。作れないのかね。なんかハチュンもうやる気なくしちゃうんだよね、家帰ってくると。もうだから夜中に動かないとやっていけないんですけどね。すごいね、料理までできるってすごいね、レッスンして。こんばんはですね。明日開店。ひろかっぴと仲良くなってなつきちゃん嫉妬させることできてないんだよね、まだね。またひろかっぴ可愛いとか言ってた。かわいこあきありがとう。アンナちゃんのことはアンナちゃんって呼んでるよ、木本になんて呼ばないけど。こんばんは。たかし意外とちゃんと知ってるんだよね。そうなんだよね、そうなんだよね。ね、ね、ヘンテコリーズの部長ね、そう、部長が動いてくれないんだよ。そう、南川家に集合かける。ご飯作ってくれるかな。ちょっと4期招待してみようかなね。ちょっとね、料理できませんかって。あ、一緒にタコパしないとか、とこういうの一緒にパーリタイムしないかって。こんばんは。やっぱ4期生でヘンテコリズに入られそうな人、でもね、部長
がね決めるからわからないですね。私はもうサブみたいな、サブみたいな、サブ面みたいな感じだから、一番しっかりしてるから、ヘンテコリズの中で、調理検定3級持ってんの？え、何それ？え、すげえ、なんだそれ。こんばんは、いいね、パーリーって。パーリーいいよね。はるちゃん見ていると可愛いなって思って。え、ありがとう。タコは入れない、タコパテ。それ何パーティー？なんかそれなんか焼きやん、それ。たこ焼き器あります、あるんだよね。そう、ヘンテコリーズは部長が一番ヘンテコなのってだと思ってます。はるちゃん、可愛く発見ありがとう。こんばんは。え、ハラミちゃんって嘘、そうなの？なんか、え、でも私ね、4期生と話してるとみんなしっかりしてるなって思うんだよ。だからね、まだ見えてないだけかな、そういう一面。はるかちゃんへんてこなイメージが全くないって。え、そう思うよね、はるちゃんもそう思いますね。なんでへんてこって言われてんのかが分かんない、ね、でもはるちゃんが名付けちゃったからな。ね、はるちゃんがこの3人ってへんてこ、ヘンテコリズだよねみたいな名付けちゃったんですよ、名付け親。それからなんか急になんか知名度上がった。こんばんは。もうすぐ1時間だ、やめようかな。おやめになりましょうかね、眠くなってきて。眠眠にゃんこだね、みんな。ビジネス変ってこと、天然の変ってこがあるよね。ビジネス変ってこってあるの？私ビジネスなんです、これ。可愛くてビジネス、最高、ありがとう。平べったいたこ焼き、お好み焼きを平べったいたこ焼きと言って、へえ、そんなことある。可愛くて美人、最高、ありがとう。ね、ハチのことをきっちり見てるの、ありがとう。近くなしが一番部長向きって、じゃあ花枝だ。ね。そう、明日もあるんです。なんで知ってんの？え、はるちゃんセクシーズ、セクシーズって誰がいる、これ。え、まあ確かに私セクシー担当なんだけど、セクシーズなんてあるの、これ。そう、はるかちゃんビジネス変ってこです。風呂で寝ない、気をつける。ね、やばい、でもめっちゃ眠いのよ、ちょっとやばいんです、これガチで、リアルで。ね、みんなも気をつけてね、寝ないように。ねむねむにゃんこって、ねむねむにゃんこってさ、え、ハセスモモが言ってたんだよね、ねむねむにゃんこにゃんのみたいな。だからハイちゃんもわかんない、眠いっていうことだと思う。こんばんは、スイズブ。あ、そう、かいこ発見ありがとう。明日は21時でよかよ。うちの家族ははるちゃん推しなんですか？あ、マジ家族公認、ありがとうございます。ちょっと今度ご挨拶しようかな。ね、
チャットに配信してきたって、ありがとう。ちょっと読むわ後で。ワイも突っ込みたかったってそんなしなくていいね。リリカ様とルアシーセクシーって、あ、そうなん、もう布団の中、早い、やだ、なんで一回出てきて布団から。チュンフィー正統派ですか、ありがとう。こんばんは。ダメよ、マジで溺れたからね。お風呂で寝ないよね。でもね、ヤンコはスモティアンヌ、そう、スモティアンヌ語だった。そう、スモちゃんにね言ったんですよ、なんか毎日スモの話を配信でしてるよって。めっちゃ笑ってくれた。そう、昨日言ったんだよ、そういえば。なんかいつもスモの話になるんだって。スモは愛されてるねって。そう、マジでガチで、マジ割とガチで毎日配信でスモの話しちゃうね。スモ愛されてる。眠たいのは分かった。え、ありがとう。そう、ハセスだった。はるかちゃんの生誕ってお母さんに洗濯してもらってます。私もお母さんに洗濯してもらいました。ちなみにまだ車の中です。これからご飯お風呂って。え、待って待って待って、帰ってないの。え、ね、確かにさ、めっちゃコメントしてくれてるなって思ったけどさ、え、気をつけて帰ってねって言って、え、マジ、え、気をつけて帰ってね、え、ありがとう、え、ありがとうだけどね、はるちゃんもこれからご飯とお風呂だから一緒だね、ね、一緒に頑張ろうか。俺も布団の中、え、一回出て一回出てくださいね。はるちゃんも布団に、一緒に入ろうよ布団、寒いから出れんって。あ、でもそうだね、寒いよね、なんか今日も、うん、チャットの返信アイコンもわかる、見える。ワイも布団かぶってんのね、いいな布団。寝落ち配信しないように頑張ります。気をつけて帰るためには配信見るのやめないとだからねって。確かにそうかも。でも、うん、びっくりした。僕ちもねむねむにゃんこっちゅんね、ガチでそうだよね。かわいこ、はっけん、ありがとう。一緒だって言われたら好きが増すじゃんかって、ありがとう。はーちゃんね、ちょっと目覚めたかもしれないんだけどめっちゃ眠い。かわいこ、はっけん、ありがとう。アイコンわかりますよ全然。そうね、布団入って温めておかんとなって。確かになんか湯たんぽ欲しくなってきた最近。チャプチャプしてんのお風呂場でいいな。やはりそうかって。そう、ワインの優先順位トップがはるかちゃんなので。ありがとう、嬉しい、ありがとう。いつでも寝られるですか、体勢ね、どんな体勢してるの、こういう感じ。こうやってあのみんなは足元見えないけどここね、まっすぐになってるっていうことね。待って、はるちゃん目つぶったらマジで眠い、やばい。今さ試してみたらめっちゃ眠かった、やばい、本当に連れて行かれそうになった、やばい、危なかった。今睡眠しそうになった、今危ない、マジでやばい、めっちゃ眠いね。アイコン知ってるよ、仕事行く準備頑張ってね。うん、もうめっちゃ眠いね。あ、新潟、あ、新潟じゃ間違えちゃった、新宿アルタ知ってる、あのあそこでしょ、キースタジオのところでしょ、あそこでしょ、笑っていいと思うのところ、スタジオ上が、笑っていいと思うのスタジオがキースタジオになったところでしょ、あれ。
1日30分しか寝ない人の動画見たけど目がめっちゃバキバキだったの。ちょっと見てみよう、はるちゃんも、戻ってきた。湯たんぽ使ってる世代じゃなさそうなのに、でも湯たんぽ結構はるちゃん好きかも。ねえ、ボクちゃんのアイコンですか。見てるよ、ちゃんと腕立て伏せしている体勢って。そんな寝れないよ絶対。眠そうな可愛いお目目してるから。ありがとう。もう左目、あ、右目おねんねんで、久しぶりに来たらめっちゃ眠そうって。ね、さっきまではめっちゃ元気だったんだよね。今めっちゃ眠くなった。1時間経ったら。無理してない、アイコンハートにしてるって。ありがとう。ね、一瞬寝てっち、いや一旦寝てっちゃうよって。もう寝ようかな。一瞬寝落ちしてたの。はるちゃんもしそう。劇場の受付でヨンキちゃんから泣きそうな顔されて心が動きそうだったと言っとったって。うん、あ、新潟にもあるとあったの知ってる。あ、中姫いいとも、よく見てた。幼稚園行く前、あ、幼稚園行った後かな。なんか昼に笑っていいとも見てた。いや幼稚園、いや3歳の時これって。ケーキ食いすぎて胃がだるいって。いいな、ケーキ。ゲーでレベル25になったの、おめでとう。25歳になったの、立派やん。まぶたに目がかかってありかもしれない。でも寝ちゃう。湯ばあば、わかんないもん。夜ご飯まだ、ご飯とお風呂だよこれから。電池残ってない、あとちょっとしかない。もうダメー、あーちゃんもう眠い。もしもうダメだ、もうごめんね。みんなランキング読む。キュッチョチョもう寝ちゃうね。もうめっちゃ眠くなってきちゃった。眠眠にゃんこ、おやすみだ。みんなありがとう、今日も来てくれて。明日も一緒に頑張ろうね。もう眠くなってきちゃったね。明日は21時からできたら、ちょっと過ぎちゃったらごめんね。まだね、まあ予定では21時ね。そのまま寝たら気持ちいいぞって。やだ、お風呂入りたい。これは絶対に、じゃないとはるちゃんちょっとね、バッチバッチだから。チュンズで頑張る。じゃあランキングいきます。13位からいきます。13位、南川ボンヌマチュンチュンチュン、ありがとうございます。12位山城沼チュン、ありがとうございます。11位よちくんチュン、ありがとうございます。10位坂州チュン、ありがとうございます。9位ケンジチュン、ありがとうございます。8位フォワードカズチュン、ありがとうございます。7位ウィル6番チュン、ありがとうございます。あれ、なんかずれた。7位レイチャーズチュン、ありがとうございます。ね、これなんかずれたけどさ、どうなんですか。6位マサフミチュン、ありがとうございます。5位ヨシチュン、ありがとうございます。4位ドラミチュンのマチュン、ありがとうございます。3位サリオチュン、ありがとうございます。2位ビールバラチュン、ありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルルトムチュンです。ありがとうございます。お疲れの中ありがとうって。そんな疲れてないね、疲れてない。眠いだけなんですかこれ。みんな来てくれてありがとう。みんなもお仕事ね、お仕事やねの中ありがとうございます。来てくれてありがとう。好きが増したってありがとう。お疲れ様。また明日も頑張ろうね。火曜日頑張ろう。みんなありがとう、来てくれて。いい夢見てねみんな。おやすみなさい、ありがとう。また明日ね、21時に会おうね。おやちゃむ、おやぷみ、またね、バイバーイ。